はい、みんなドギャンね。いつも見ていただいてありがとうございます。りかこです。今日はお知らせがあります。はい、一旦 CM をどうぞ。りかこチャンネル1周年記念 YouTube ライブ配信をします。イエーイ。まあ1周年経ったんだけどね。まあ1周年経ちました。先月の9月23日をもって1年記念ということでございました。ちょっと体調グズグズだったので1年記念何もしてないもんね。そう、何もしてないから、せっかく応援していただいてる皆様、あで応援していただいてる皆さんに何か私どもから何かこうなんかできないかなと思って。もうめちゃくちゃうさんくさいね。うさんくさいとか言うな。めちゃくちゃうさんくさかったね。ということで、YouTube ライブをしようと思います。配信では歌を歌います。弾き語りとか、まあ、オケを使って歌ったりします。だいたいざっくり1時間ぐらいを予定してます。なんかいろいろでもコメントとか拾い上げたりとかね、そういうこともできたらいいよね。そうだね、なんかこのフリータイムな時間を例えばまあ10分ぐらい設けて、なんかこうやり取りがねできたらいいよね。できたらね、いいね。日時なんですが、10月の29日夜の20時からします。まあちょっと1週間後でね、急なお知らせで申し訳ないんですけど、まあ、精一杯やらせていただきますので、ぜひ来てください。5万人ぐらいは来てほしいね。あ、そうだね、5万人ぐらいね。でもさ、 YouTube のこうライブ配信がなんかうまくいけば、うん、まあなんかこう定期的にやっていきたいよね。うん、なんか定期的にね、できれば、うんうん、でこのリアルタイムでコメントがね、うん、このやり取りができるっていうのがいいよね。この時代ならではというかね。この時代ならではって、まあでも割とさ、俺ら若いからさ。あ、若いか。その時代の人だもんね。結構前からおりましたみたいな。結構オーバーな人がさ、言うセリフだよね。いや別にそのオーバーな人が悪いとかね、そういうあれじゃない。そういうことじゃないんですけど。どんな感じの、今やったことないから、まあライブ配信はね、今までやったことあるけど、この YouTube 配信って今までやったことないから、ほんとたどたどしいところがあるかとは思うんですけど、楽しんで、いろいろちょっと企画的なね、なんかできたらいいよね。本当に、まあ本当にぜひぜひ楽しみにしていただけたらと思います。私たちも楽しみにしてます。見に来てください。では、10月の29日20時からりかこチャンネル1周年記念 YouTube ライブ配信をしますので、ぜひ皆さん来てください。ではお待ちしてます。バイバーイ。韓国語でバイバイを韓国語で、チョンメーチョンメーチョンメー。知らないのに中国語。韓国語ね。あ、韓国語だ。ちょっとね、バイバイを韓国語で、チョンメーちょめー。ちょめー。